この目の前の交差点がね、津良島中学校東ということなんですけども、この交差点の横に八番ラーメンというお店があります。でこれはもう本当に岡山では有名なチェーン店なんですけども、今日はねこちらの方に行ってみようかなと思います。でですね、今回はですねこの八番ラーメンさんに、許可をいただきまして撮影するわけですけども、まあ、この動画を見てね、あ久々に行ってみようかなとか、あ昔よく行ってたわとか、あよく利用してるわという方、ぜひこれ見ていただき、また、再び、そして初めての方はぜひ行ってもらいたいなと思います。はい、というわけでね、この営業時間、拡大しましたと書いております。10時半から、11時、23時ですね。はい、じゃあそれではね早速入っていきます。メニューがねこんな感じになってます。お得なセットメニューあります。餃子セット、餃子とセット、餃子ライスセット、ミニチャーハン、あチャーハンセット、唐揚げセットで、定番のメニューですね。定番というかこの8番の定番野菜ラーメン、その他いろんな好みに合わせての、メニューがありますね。野菜コンバターグラメンとか、ね、辛麺とかありますね。その他、まあ、この期間限定なんですけども、まあ、こんな感じでいろいろあります。オリジナル餃子、八番餃子、エビ餃子、いろいろありますね。ドリンクもね、お酒飲みたい方もこんな感じであのあります。いただきますね。あ、おいしい。うん。あ、もう全然いけますね。もうお酒が飲みたくなるような餃子でございます。万人受けするようなそんな餃子でございます。もう定番ですね、こちらの餃子。こちらでございます。
ました。というわけでミーチャーハンも来ました。野菜ラーメンのね、塩味ということです。結構塩味推しということです。野菜ラーメンの麺は全て太麺ということですね。じゃあ早速いただきます。うん、あ、うまっ。あの程よい塩加減、そしてあの野菜のね、旨味が詰まってます。うん、あ、うまいです。あのキャベツの甘みが生かされていて、あのすごいヘルシーな感じですね。あっさり系のラーメンで、こってりがね苦手な方、ぜひあのセレクトしてみてください。こんな感じのチャーシューです。うん、うまいです。こちらもやっぱりあのキャベツがいい味をしております。こんな感じです。うん、あ、うまっ。うん、油加減というか、うん、美味しいです。これこちらの八番ラーメンさんなんですけども、ドライブスルー、テイクアウトもできるということです、まあ、こんな感じに、ね、なっております。前からあの新型容器になりまして、はい、あのこれ蓋開けて、まあ、あのドライブスルーであったり、はい、デリバリーでもテイクアウトでこういった形態になるんですけど、はいはいはい、麺と野菜と具が別になっているのでお召し上がりいただけるかなっていう距離にはなるんですけど、スープはレンジでチンしても大丈夫なんですか、はい、レンジはちょっと一応対応してないので温かいうちにな、るほどなるほど、はい、自宅でも楽しめるということで、はいはい、ありがとうございます、はいはい。というわけで今日本当にありがとうございました。ごちそうさまでした、はい、であのこの八番ラーメンさんというのはなんかあの限定があるということで、はい、そのシーズンごとというかその、はい、その時その時で変わってくるって聞いたんですけども、はいはい、なんとこの4月からですか。4月から、はい、はい、この野菜ゆず塩ラーメンというのが出まして、はい、まあ、今日食べていただいたあの野菜塩ラーメンベースは一緒なんですけど、国産ゆずの果汁をあのスープの中に入れてまして、このチキンコンフィっていって、これ鶏胸肉もこれも国産なんですけど、これはあの低温加熱したものと水菜とあと彩りに柚子皮をのせていただいて、あの去年非常にあの女性中心にあの人気いただいた商品でして、まあ、あの復活の声とかもたくさんいただきまして、あの今年またあの4月春の本当に楽しみにされている方もいられるおられると思うんですけど、はい、ちょっと期間が1ヶ月弱なんでちょっとお早めにということですね、はい、でも本当にあのヘルシーな、よりヘルシーでなんかね、そうですね、あの柚子 の酸味が本当に塩ラーメンと、まあ、あの加わって本当にベストマッチな商品となってますので、ぜひ、はい、お差しいただければ。ありがとうございます、はい、で今日、ね、いただいた餃子のセットも、ね、はい、はい、今日、はい、餃子のセットもあとエビ餃子のセットも、はい、これ柚子塩ラーメン、こちらの普通の野菜ラーメンのセットもありますので、餃子とかエビ餃子、はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はい、ありがとうございます。このチャンネルがいいと思います。悪いと思ってない。